長谷川康子。女学校卒業の頃長谷川康子は、日本の女優。戦前の芸名は、陸麗子。複数の著名な文化人、文学者との恋愛や、交友関係があり、文学史に名を残す。中原中也小林秀夫との三角関係で知られる。広島市出身。英和女学校卒業。女優を志し、京都、東京へと移る。 ナルセ無局が主催する劇団表現座、牧の映画製作所、松竹記念まで女優となる。この間、中原中也、小林秀夫と同棲し、山川幸夫の子を産んだ。李久麗子の芸名で、清水博監督の山彦に出演。本名で、岩佐和也監督、眠れ光に主演した。宝術だが、 著書に、雪手か減らぬ、中原中也との愛がある。長井宿の自助伝には、清水谷愛子として登場する。彼女を中也に紹介したのは、長井である。身長1メートル62センチメートル。エビー中原中也との愛長谷川康子、掲載プロフィールハット ABCD 中原中也、記念館、中也の生涯汚れちまった悲しみに今日も小雪の、降りかかる。 逆さま文学史黒髪編、寺山修司、角川書店、雪手か減らぬ中原中也と、長谷川康子朝日新聞、2007年8月4日、日本映画データベース山尾古近代、雑誌復刻資料その他白地群 1AB、e 雪手か減らぬ、中原中也との愛知らすまさこ、今なぜ、青山二郎なのか眠れみつムービーウォーカー。ありがとうございます。